おはようございます。クルーズ歴19年のゆきこです。これ、ライフジャケットですね。いくつあるのかな、 1,2,3,4,5 5つぐらいありますね。一応この部屋、最高4人まで、4人まで泊まれるんですけど、まあ、今回は私3人で泊まったんですね。でこの船に乗ると、船に乗ってだいたい1時間とか1時間半とかすると、こうジリ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 ってこう警報みたいなのが鳴って、まあ、避難訓練みたいなことをするんですよ。あ、ここにも書いてある、はい、避難訓練をするんですね。で、この避難訓練をする管轄は海軍ではなくて、沿岸警備隊っていうんですかね、コーストガードで、多分って、あ、すいません、多分とか言って大事な情報なのに、US ネイビーではなくて US コーストガードですね。でコーストガードもミリタリーみたい、あ、またみたいって言っちゃった、ミリタリーのはずです。でちょうどガラガラガラじゃ、ガラガラじゃないや、警報が鳴った時に、知らない人が歩いてる、はい、あ、何、アビゴインさん、警報が鳴ってたんですよ。鳴るんですよね、その船に乗ってから1時間とか1時間半ぐらいかな。今度またの船に乗った時に何分ごとちょっと測りますけれども、でそしたら廊下をこうやって行って、まあ集まるんですよ。で私ちょうどこれの近くに音を取ったんですよ。その時にものすごい大きい音がうわーっとしたんですよ。でも私結構近いところにいたんで、もう鼓膜がどうかなっちゃうんじゃないかってちょっとびっくりしましたよ。でも私はこれからはちょっと見るとですね、あれ、ここ一つしかない、この赤いやつ、こんだけ長い廊下にたった一つしかないってことは、ちょうどここ歩いて、私がここ通りかかった時にもうすっごいでかい音がしたんですよ。すごい大きい音が。なので私来年とか次回クルーズに乗るときはこれを見たらちょっと離れて歩こうかなと思います。もうちょっとでも私こっち近かったら鼓膜が破けてたんじゃないかなとかって思って、 So yesterday I was close to here when I walk by. Yeah. It was so loud. And then you saw me jumped up. Yeah. Remember that? で、あともう一つ私考えたのは、あ、ここにもあった。あ、I saw another one here. Yeah. あ、ここにもありましたね。なので、この、ファイヤーランドっていうのが、近くにいくつあるとか、そういうのちょっとちゃんと見るってことと、で近くを歩かない、そして音が、音があまりにも大きい時は That's funny. Hey, Gigi! はい、今何を笑ってるの、何を見てるのって言いました。これフランス語でよく使うらしいんですよ、リエイゾンって。でも英語でもありますよね、その What are you looking at って言わないで What are you looking at って言ったりとか、すいません横道にそれましたけども、で、これから朝ごはんを食べます。なんか行列してます。そのファイヤーランドの近くを、通らないということと、あと
耳栓持ってこようかなとかちょっと思いましたね。でだけどちょっとまた振り返って考えると、耳栓といえどもやっぱり荷物になっちゃうので、やっぱやめたって思いましたね。でやっぱり船の中、私たちもちろん三等客船ですよ。一番ランクの低いで、ランクの低い、すいません、じゃあちょっとすいません、いったさっきの続きです。ここは朝ごはんの場所です。で耳栓持ってこうかなと思いますけどやめました。なぜかっていうと、荷物が多くなっちゃうからですね。で、すごく部屋が小さいので荷物を減らす。であとこう手でカバーすると、自分の手の力で、ちゃんとちょうどよく音とかも調節できるし、それでいいかなと。ハッピーチョコレート Welcome. Thank you. お茶とこれココア、フランス風に言うとショコラですかね。荷物が増える。で、ギリシャの有名な人、名前が出てこない、樽の中に寝っ転がってる人、アレクサンダー大王と話が、アレクサンダー大王が遊びにっていうか来た時に、何か望みはありますかって言った時に、日陰になるかそこをどいてくれって言った人ですよ。でその人が物を本当に持たない人で、お椀だけを持っていた。でだけども、近所の子供が手で水をすくって飲んでいるのを見て、自分が唯一持っていたお椀ですら叩き割ったっていう、そういうエピソードを思い出したので、私は耳栓を多分来年もさらにも持っていかないと思ってます。すいません、今ちょっとくしゃみが出てしまいました。はい、ではこれから朝ごはんを食べます。ちょっとね、こういうこれはエレガントダイニングの朝ごはん風景です。はい、ではいただきます。すいません、言い忘れましたけども、避難訓練大体はっていうか、その私クルーズデビューをして、デビューって言っても三等船ですよ、三等船。それに乗り始めたのが19年前なんですよ。で19年前で、最初の10年ぐらいは、最初の10年ぐらいはですね、デックの方に出て、看板の方に出たんですね。このライフジャケットをオレンジ色の持って、それが2年ぐらい前からですかね、ライフジャケットを持たなくてよくって、ってことはその乗組員がそのデモンストレーション実演してくれるのをただボケーと見てるだけ。そのあたかも飛行機の時と同じように、飛行機の時ってそのキャビンアテンダントの人がこの実技を実演してるのを、乗客は座ってボケーと見てるだけじゃないですか。そういう風にしてましたね。で今回の避難訓練はなんとエレガントダイニングの方に、みんな出向いて、こっちのテーブル座ってください、あっちのテーブル座ってくださいとか指示されてて、で座って、それでその乗組員の人が実演するのをこうボケーっと見上げるだけでしたね。なので楽といえば楽ですね。で、なんですかね、もしか、クルーズで いつ何年前だったかな、なんかカーニバルクルーズでなんか事故とかありましたけれどもね、そうするとクルーズ
なんかまあ怖がる人が出るんで値段も安くなるってことがあるんですよね。まあだけどちゃんとボートとか、まあ人数分用意してあるだろうし、でまあ軍隊やらがね助けてくれるんじゃないかなと、まあ日本だったら自衛隊と米軍が助けてくれるんではないかなっていう、ちょっとそういう期待があるんで、そんなに怖いなとは思わないです。はい、では避難訓練についてでした。まあちょっとめんどくさいですけれどもね。でこのファイヤーアラーム、ここにも ありますよ。赤いやつ、これに近い、これが見えてきたらちょっと離れた方がいいですよ。音がすっごいでかいのでね。はい、では失礼します。